こんにちは、ハンコンです。イエーイ。今日は大阪です。はい、大阪といえばたこ焼き、てっちりいやね、大阪ってフグ屋さんがいっぱいあるらしくって。ほう、カホセイフグ食べたことありますか？No。 フグといえば毒。毒です。ここまでか、俺らもテイは最初はなんか動画で見て、いや毒が入ってる魚食べるなんて信じらんないみたいな感じだったんだけど、はい、フグめっちゃ美味しいのね。ママ大好き。ママも大好きです。なんでカホセイに大阪でフグを初体験してもらおうと。やばいね。ん？毒だよ。毒が入ったらし、何が起きるか分かるもん。何が起こる？動けなくなる。しびれる。いや、パワーマンしてるんじゃない、パワーマンしてる。で、その後、動けなくなった後どうなの？救急車に。救急車に。多分、もう、こうやって、じゃあ、早速フグ食べに行きましょう。チェン。レッツゴー。毒だよ、毒。あんまり緊張してない。商店街って感じ、日本の。素敵。うわー、なんかいろんなものが。あー、びっくり。なんでもあるよ、お肉、こっちは肉。薬屋さんもありますね。うなぎ。すごい美味しそう。すごいね。すごい、フグの立派な看板がある。わかる？先生、カホわかる？フグの立派な看板、あれだ、あいつに向かっていくぞ。フグだ。これ、あ、ほらフグがあるじゃん。これフグ、ほら、これがフグですよ。これが取られてる。じゃあ入れるのか、行ってみようか。行ってみる。うん、行ってみよう。すごい、フグが泳いでるよ。見て見て、奇跡で。お前。すごい、いっぱい泳いでる。フグの、なんて言っけ、餌。食べ方をパパはみんな2人に教えてあげてくれる。はい、食べ方を。確かなんかこれをネギを巻いて、で、見て、せ、こうやって食べる。つけて、見て、これです。うまい。ネギと一緒に食べるとおいしいよ。んー、生魚あんまり得意じゃないけど、でもフグやったら多分さっぱりしてるから食べれるんじゃないかと。くせめ。くせめ。めっちゃ笑ってる。おいしい？おいしいじゃん。カホは考えてる、やっぱりいけるような。でもまた食べるってことは、そう、多分、うん、刺身全然ダメなカホちゃんでもちょっと食べるくらいってこと。ママもいただきます。取ってあげる。ママはフグ大好き。取ってあげる。これはフグの種。フグです。パパフグの真似して。せ、フグの真似して。みんな上手よ。いただきます。
食べ方が普通に美しくない。うまっ。美味しいよね。フグの唐揚げが来たよ。多分これはね、かおちゃんも好きなはず。これな。お箸がつぶつぶ。骨入ってるから骨を避けながら食べてごらん。骨があるから。おいしい。鍋が来たよ。これがフグです。これがてっちりって。あ、何でやるの？まず骨がついてる方を先に入れてって言ってたんですよ。何その手は。普通に入れますね。骨の方をまず入れて、これとかね、うん、ちょろっと、これもだね。サラダだよ。ああ、ちょっと、え、ないな、ね、ち落としたどうしようか。大丈夫、何だろう、シノコもちょっと外した方がいい。おい、一番おいしいわね。卵タイム、卵かけご飯。卵タイム。タイムね。うまい。なんか、うまい。パパより絶対一番。そりゃそうだ。苦労だもん。It's all egg. Egg has protein.これ夜だったらいいじゃん。はい、そうです。だってサプリメント。美味しそう。いただきまーす。いただきまーす。見てて。食べましたよ。誰も食べました？ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。初めてのフグどうでした？10/10。すいません。